信仰を行使してまた理解して正しく使うならば信仰の持つ影響力は広範囲に及びますそのような信仰は個人の生活をありふれた日常の活動から喜びと幸福の公共国に変えることができます信仰を働かせることは天の御父の幸福の計画に欠かせませんしかし 救いに至る真の信仰はイエス・キリストを中心とし主の教義と教えを信じる信仰や主の油注がれた預言者の教えを信じる信仰自分の隠れた特質を見いだす能力を信じる信仰を中心とするものですまさに救い主を信じる信仰は行動と力の原則です 信仰は創造の基本的な構成要素ですイエス・キリストは天の御父の指示のもとに信仰を行使してご自身の役割を果たしておられます主は信仰を使ってはるか彼方の諸々の銀河から現在知られる最小単位の粒子であるクオークまで創造されましたしかし 驚嘆すべき創造にはさらに小さな構成要素があると私は信じています神殿で結び固められる夫婦は未来への信仰を表していますイエス・キリストの教えと御父の幸福の計画に従うならば二人の生活が喜びに満ちたものになることを理解していますまた成長の機会となる試練がやって来ても 精霊の促しを通して道を見いだし人格を築き上げて祝福をもたらすような方法でそれを克服できると確信しています信仰と人格の間には密接な関係があります神の戒めに従う力を信じるならば必要に迫られた時に役立つ強固な人格が築かれていくことでしょう そのような人格は、大きな試練や誘惑に遭う瞬間に作られるものではありません。それ以前に培われているのです。真の原則を信じる信仰を働かせると、人格が築かれます。そして、強められた人格は、さらに信仰を働かせる能力を高めます。その結果、人生の試練を乗り越えていく能力と確信がさらに強くなります。 そして人格が強まれば強まるほど信仰の力を働かせる時の恵みをより豊かに享受できるのです信仰と人格がどのように作用し合い強め合うかお分かりでしょう人格は原則や教義従順という意図を根気よく編んでいくものなのです 自分がなりたいと思う人物に倣って毎日行動すればそのようになることができます義にかなった人格は皆さんがなろうとしている人物の大切な特徴です義にかなった人格は世の人々が称賛するいかなる品物よりもまたいかなる知識よりもあるいはいかなる目標よりも はるかに大切なものです。来世では、現世という特権をどれほど有効に使ったか判断するために、皆さんの人格が評価されることでしょう。サタンや他のどんな力も人格を傷つけたり、破壊したりはできません。それができるのは、自分自身の不従順だけです。のの打ちどころのない人格も 嘘や罪に蝕まれると価値のない肺へと変わるのです道徳的に強い人格は人生の試練や試しの時に行った正しい選択の結果です自分が信じるものを信頼してそのような選択を行いその行動によってさらなる確信が得られます信仰のもといとなる力の原則とはどのようなものでしょうか 神を信頼し、どんな難しい状況でも必要なときには神が助けてくださると信じること、神の戒めを守り、神から信頼されるにふさわしい生活をすること、御霊の静かな促しに敏感になること、御霊の促しに勇気を持って応えること、成長のために、 苦難の中に置かれる時や長い間わずかな答えしか与えられない時にも忍耐と理解を示すこと。成分にこうあります。信仰とは待ち望んでいながらまだ見ていないものである。自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからではなければ証は得られないからである。ですから信仰を試すたびにつまり心に 感じたことににに従ってふさわしい行動をををすするるるたたび御霊よ確信のの値を証を受けるのですたとえ確信がなくても最善の判断に従って信仰を働かせながら歩む時他の方法では得られない答えに導かれていくことでしょうどんなに強い信仰があっても神が望みに応じてすぐに報いてくださるとは限りません。 むしろ永遠の計画の中で皆さんにとって最も実り多い時に最もふさわしい方法で答えてくださるのです答えを受けるまで長い間苦しむままにされることがあってもどうぞ感謝してくださいそれによって皆さんの信仰が増し人格が築かれるからです人格の基盤は 高ふさわしい人格を養うと御霊の導きに気づきそれに従う能力が高まります一貫して信仰を働かせれば強固な人格が形成されます人格の成長を支える確かな土台はイエス・キリストとその教えを生活の中心とすることによって築かれるのです 現世での幸福と永遠の救いを得るには多くの正しい選択をする必要がありますが難しいものは一つもありませんそれらの選択が合わさると罪や背きという侵食作用に抵抗できる人格が形成されます高潔な人格は厳選された素材でできた貴重な磁器のように 信仰によって形作られ義にかなった行いで整えられ経験という釜の中で焼かれます非常に美しく貴重なものですしかし罪によって瞬く間に壊されることもあります元に戻すには痛みが伴い長期にわたる努力が必要ですしかし自制心で保護しておけば 義ににかなった人格は永遠に存続します物質そのものが地上における幸福や満足達成の喜びを生み出すことはありません人を将栄と導くこともありません人格の高潔さすなわち無数の決断で培われた強さと確信が人生に進むべき方向を与えるのです 義にかなった生活が内なる力と強さを生み出しますこの力と強さには罪や背きという侵食作用に抵抗する力があります皆さんはイエス・キリストを信じ神の戒めを守ることによって人格を強化できます皆さんの人格は自分がなりたい人物を示す尺度です 試しの生涯において地上での時間をいかに有効に使っているかを示す証拠なのです。払った分だけ手に入るという格言があります。これは霊的な事柄にも当てはまります。従順やイエス・キリストを信じる信仰、真理の実践において自分が払った分だけ手に入るのです。皆さんが手に入れるのは、 磨かれた人格と高められた能力であり試しと喜びを受けるという地上での目的を立派に果たした生涯なのですこの現世は試しの場です試練にいかに対処するかによって人格がいかに強められるか決まりますイエス・キリストとその教えを信じる信仰が人格を高めてくれるのです 証しは、教えや行いが正しいことを確信する霊的な印象によって強められます。そのような導きには、強烈な感情がしばしば伴います。涙がこみ上げてきて、声を詰まらせたりすることもあります。しかし、明かしは感情ではありません。証しは、正しい決断から生じる意図でおられた人格に不可欠な要素です。 少なくとも最初はまだ見ていないものを信頼してそのような決断をします強い証は平安や慰めそして保証をもたらしますすなわち救い主の教えにいつも従っていれば人生は素晴らしいものとなり将来は安定し試練を 克服する力が得られるという確信を生むのです証は真理を理解することによって強まり真理は祈りや成分の教義について深く考えるときに明らかにされます約束された結果が得られるという確かな信仰を持って真理に従って生活するときに証しは育まれていくのです サタンの影響力が増大した世界は私たちの強さを証明する場所でもあります今日サタンは大混乱を引き起こしていますがその最終的な運命はイエス・キリストの食罪と復活により定められていますサタンは勝利を得ないのです今でも主が設けられた範囲内でしか働けません人々に与えられたいかなる祝福も奪うことはできません 正しい決断によって築かれた人格を変えることもできません神殿で結ばれた永遠の絆を断ち切ることもできません真の信仰を失わせることも皆さんの証しを取り去ることもできませんそうです これらは人がサタンの誘惑に屈するときに失われますしかしサタンにはそれを破壊する力はないのです要約しましょう1神は皆さんの信仰を用いて皆さんの人格を形成されます2人格は皆さんがなろうとしている人物を映し出します3強固な人格は一貫した正しい選択から生まれます4人格の基盤は高潔さです5 人格が強められれば強められるほど信仰を働かせる皆さんの能力は増大します私の人生に深い平安と幸福をもたらしてくれた4つの原則を紹介したいと思います主は永遠の計画においてこれらの墨石を確立されましたがどれも書くことはできません全てがの原則が調和し互いに強め合っています これらの原則を絶えず熱心に実行することで強固な人格が形成され人生の試練を幸福への足がかりに変える能力が増し加えられるのですいかがその原則です「主イエス・キリストを信じ主の計画を信じる信仰誤りの結果を正すための 悔い改め生活に力と指針を与えてくれる死の戒めに対する従順周りの人の生活を豊かにする無視の奉仕正しい生活を送ろうと決心しているなら落胆しないでください今はつらい人生に思えても鉄の棒にしっかりつかまっていてください 自分で気づいていいててる以上に皆さんは進歩しています神の戒めに従うならそれらの苦難によって人格や自制心そして天皇の恩賜と救い主の約束に対する確信が確かなものとなるでしょう精霊の促しによって皆さんが人格を高め喜びと幸福をもたらす決断を下すことができますように。 イエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。